船木正和です。今回は、サラリーマン金太郎3についてをお話してみたいと思います。これはですね、自分が俳優活動をするようになるきっかけになったんですけども、テレビドラマですね。まず当時はそのパンクラスのもう一つの兄弟会社というかですね、関連会社の、事務所に所属をしてたんですけども、その関連でまずはその引退をした後にですね、格闘技番組の解説とかをやってました。でその関係で確か TBS の番組だったと思うんですけども、その関係で、俳優活動もしていくということで、なんかドラマテレビドラマですねに出れないかというそういうお話をマネージャーがして、それでちょうどそのサラリーマン金太郎3ですね、ちょうどやってた、始まったばかりの頃だったと思うんですけども、そこにゲストとして、入れてもらえることになったようです。でそれで自分はですね、長藤博之さん、扮する裏社会のですね、大物裏社会の大物のボディーガードみたいなその役だったんですけども、そんなにセリフもなく、主役の高橋克典さんとケンカをしたりとか、そういう役だったんですけども、最初は5話ですね、5話のみの出演ということで撮ったんですけども、上げてみたらなんかそのちょっと視聴率がですね若干ちょっと上がったということで、それでもしかしたらそれでまたこれから先も上がるのかなみたいな感じで、本当は5話だけだったんですけども、そこから、最終話まで、続投してほしいということになって、そのまま最終回まで出演することになりました。でその後はですね、それほど5話が一番ピークで、それほどその活躍もなく、おとなしい、だんだんこうおとなしくなっていくんですけども、特にその後自分が出てるからといって視聴率が上がることもなく、最終回が終わってしまったんですけども、最終回の、最後のシーンはですね、吹越充さん扮する、ピーマンの竹という殺し屋を始末するシーンを作ってもらいました。それが自分の一番最後のシーンでした。やっぱりその初めての連ドラということで、拘束時間がですねすごく長くてですね、それまで映画とか、あとは単発のドラマとかをちょこちょことそのやっただけだったんですけども、今回はもう本当に長くて、まず朝ロケ、朝だけのロケとかですね、あとは、昼だけのロケとか、あとはその夜だけのロケとかですね、ロケ地と、あとはそのスタジオは緑山スタジオで、その往復を何回かした記憶があります。で最終回が近づいてきますと、どんどんその、NG とかも多くなってくると、だんだんこう放送時間に間に合わなくなってくるんですね。なのでだいたい先ちょっと前ぐらい、1ヶ月とか2ヶ月ぐらい、オンエアの2ヶ月ぐらい前から始めているんですけども、だんだんその疲労も溜まってきて追いつかなくなってきて、本当に最終話なんかはもうその日にもなんか編集が終わって、やっと終わってオンエアしたりとか、そういうケースもたくさんあります。なのでこのサラリーマン金太郎3の時も、最後に近づくにつれてどんどんその緑山スタジオでの、ロケの時間、あと撮影時間が長くなってですね、本当に夜中、本当に12時を超えるその時間帯の撮影も何回か記憶があります。で、控室でちょっと仮眠を取って、その自分の出番の時間になったらパッと起きてその役に入るとかですね、そういう感じで、この作品本当に拘束時間の長さを、ものすごくその、恐ろしさですね、連続テレビドラマの拘束時間の恐ろしさを初めて体験した
作品となりました。それから、こういう映画とかドラマとかですね、全部打ち上げですね、撮影が全部終わると打ち上げがあるんですけども、初めて、この連続テレビドラマ TBS の連続テレビドラマ の打ち上げに参加させてもらった時、ものすごい豪華でした。品川プリンスホテルのなんかパーティー会場みたいな、結婚式会場みたいなところを借りて、なんかたくさん料理も並んでですね、でいろんな関係者がこうバーッと集まって、どこに誰がいるのかわからないくらい、その多くたくさんの人が集まってた打ち上げだと記憶しています。あとは、主演ですね、主演は高橋克典さんですね。初めてその以前から知っているその、スターですね、主演スターとこう、一緒にその撮影を共演することになったんですけども、すごい、最初の初っ端のシーンがその格闘のシーンだったんですけども、ものすごいそのガッツがありまして、とにかくこう全力で当たってくるんですね。ちょっと強く当たっていいですかとか、聞いてくるんですけども、で、大丈夫です、格闘家なんで大丈夫です。で、バーって本当に何ていうんですかね、本気というかですね、かなりこう強い感じだと。「船木さん体硬いですよね」とかですね、そんなこと言われて、で、結構ハードなその戦いシーンなんですけども、とにかくその、スタントマン使えますかとかですね、あとはその盾の人とかアクション監督がこれできますか大丈夫ですかって言うんですけども、全てに対して大丈夫ですやります、そんな感じで、本当にちょっとこう風邪気味な時でも全然大丈夫ですとかですね、でちょっとこうじゃあこうやってこうやって工夫してみましょうかとかって、自分でその現場でそのスタッフにアイデアを出したりとか、とにかくその自分がその主役だということをものすごくなんか、なんていうんですかね、周りに気を使わせないというか、とにかくその自分がこの引っ張っていく、この作品引っ張っていく、そういうなんか初めてその主演スターっていうものにその出会ったのもこの作品が初めてでした。あとは、自分がその自分の役はその長戸博之さんにするその裏社会の実力者の、ボディーガードだったんですけども、とにかくその自分が出るシーンにはほとんどその長戸博之さんが一緒についてますので、長戸博之さんというその日活の大スターとも初めてその共演することになりました。で、最初やっぱりその日活の大スターで結構その年配なので、年も離れてますから、どうやってその接していいのかなっていう接し方が分かんなかったんですけども、長戸さんは本当に自分に対してその気を使ってくれて、なんかその格闘技からこっちの世界に入ったんだよねとか、あとはそういえば今日、テレビで K-1やるねとかですね、なんかこっちの方の話題をものすごくこう気を使って振ってくれてた記憶があります。それで、サラリーマン金太郎3からで初めて共演したんですけども、終わったと同時にそのみんな俳優さんたちと分かれていきますので、次にそのどこで出会うか分からないわけです。ただ、これが2002年で、たまたまなんですけども、その2年後ですね、2004年の、ちょうど秋ぐらいですねに、ちょうどその長戸さんと、再会する、テレビ番組ですね、再会することになるその単発のドラマ、確か火曜サスペンス劇場だったと思うんですけども、北海道を舞台にした、北ホテルっていうドラマにたまたま自分が出た時に、同じ共演のシーンはないんですけども、長戸さんもそのドラマに出てまして、でちょうど、自分がその北海道入りしてその現場に行くと言った時に、長戸さんがちょうどクランクアップして、でちょうどその、ロケバスの中で一瞬こう一緒になったんですね。その時に、おお元気かみたいな話になって、それで、どうも、あれから2年元気でやってますみたいな話になったんですけども、あ、じゃあ船木くん今どんな撮影してんのって話になった。ちょうどその夏ですね、ドクターコット診療所の、2回目のその、クールをちょうど取り終えた後だったので、今実はドクターコット診療所
ていう、医療もののドラマに出てますっていう話をしたんで、そしたら、おお、そっか、君もやっと人間ものに出演できるようになったんだねと、喜んで、すごく喜んでもらった記憶が未だに残っています。以上です。今回は、サラリーマン金太郎3についてお話ししてみました。ご視聴ありがとうございます。